日本の歴史を調べてみれば男目線のものばかり。しかしその裏側にはなでしこたちの歴史もあるのです。そんななでしこたちの生き様は私講談師神田蘭が事実3割思い込み6割嘘1割で面白おかしく語る恋する日本史。本日の演目は山内千代。今日も最後まで聞いてちょうだいね。信長の大抜擢により大出世した尾張出身の武将山内一豊。そんな一豊の大出世を陰で演出したのが戦国一の揚げまんとして語り継がれております妻の千代です。1599年天下人だった豊臣秀吉が死去しますと新たなリーダーとして徳川家康が台頭。一豊はそんな家康の家臣でした。そんな中関西にいた石田三成は家康討伐のために兵を挙げたのです。するとこの時大阪にいた千代は大阪で三成が挙兵したことをいち早く手紙に書いて送ったのです。この時千代が送った手紙は3通ありました。一つは一豊に宛てたもの、一つは家康に宛てたもの、そしてもう一つは一豊への指示書です。この指示書には1、家康様宛ての手紙は封を切らずに家康様に渡すように、2、あなたへの手紙は家康様の前で読み上げるように。一豊はこの指示書通りに行動したのです。すると家康は上機嫌。封も開けずに手紙を私に渡すというのはまさに忠誠心の表れ。そしてこの妻の言葉、一豊しっかりとやってくれよと、これによりまして関ヶ原の戦いでは大した成果が挙げられなかった一豊でしたが、褒美として掛川5万9千石から土佐高知25万石の城主へと大きく飛躍したのでした。まあ、千代さんっていうのはね、相当頭が切れる人だったんでしょうね。しかも奥様の言うことをしっかりと聞く夫の数というも素晴らしい。やはりね、妻の言うことに夫が従う方が家庭も仕事もうまくいくってことでしょうね。